今回の動画では総社高校を戦術的に深掘っていきたいと思います。今回の動画を最後まで見た頃には、なぜ優勝候補フジロスに1点差の激闘を繰り広げることができたのかが少しは理解していただけるかと思います。まずはじめに今回サムネイル画像を提供してくださった1位選手に感謝を述べたいと思います。ご協力ありがとうございました。インターハイまでにこのチャンネルの登録者が1000人を超えることがあれば、インターハイでは全試合現地観戦をし、何かしらの深掘りをしていきたいと思います。なので SNS や近くの友人に共有していただけると助かります。それではこちらのオフェンスを見ていきましょう。フリースロー明けからドリブルをつきながら真ん中の2対2をしていることがわかると思います。ドリブルでディフェンスを揺さぶりながら左側のディフェンスが対処してきたタイミングで切り返し真ん中からミドルシュートを狙います。その時にピボットが左側の3枚目にスクリーンを張ることで左側のディフェンスの枝を無効化しています。そして滞空時間のあるジャンプから枝を使いながらミドルシュートを決め切りました。このように身長でのディスアドバンテージがある場合は横で揺さぶりをかけることでディフェンスの枝を合わせにくい形を作っています。それに加えてピボットがスクリーンしてシュートコースを開けていることが見て取れると思います。それではこちらのオフェンスを見ていきましょう。センターポストからサイドが切ることによってダブルポストの形からオフェンスを展開してきました。センターバックにボールが渡ったタイミングでセンターバックがアタックし、サイドが元の位置に戻っていることがわかると思います。そこでセンターバックとレフトバックがクロスをするのですが、左の3枚目のディフェンスがレフトバックに対して接触しづらい体勢になっていることがわかると思います。なので、長野選手が右側の3枚目のディフェンスを引きつけることができれば、右側でアウトナンバーができる局面となっています。実際にこの場面でディフェンスが接触に遅れています。この段階でレフトバックはライトバックにすぐパスをさばくことで、ライトバック、ピボット、ライトウィングに対してディフェンスが2枚の3対2の状況を作る、もしくはそれを取りに直接ピボットに落とすこともできます。今回はそのどちらでもなく、右の3枚目を超えていき、自分が絡む形でレフトバック、ライトバック、ライトウィングに対してディフェンスが2枚の3対2を作ることを試みます。レフトバックが右の3枚目を超えていく意思表示に対してピボットが危険を利かし、右の3枚目に対してスクリーンを張っています。そのため、右の3枚目を接触に遅れてしまい、レフトバック、ライトバック、ライトウィングに対してディフェンスが2枚の数的有利を作ることができました。最終的にパスフェイントからフィニッシュまで持っていくことができました。ピボットが起点を利かし、スクリーンを張ることでアウトナンバーが生まれた良い局面だったと思います。それではこちらのオフェンスを見ていきましょう。センターバックの1対1からクロスして、レフトバックがストロングサイドに対してアタックを仕掛けています。本来であれば左側の3枚目のディフェンスが利き腕側を取ることでコースを制限するはずでしたが、今回に関しては大きく超えられてしまい、後追いになっていることがわかると思います。ただ、ディフェンスの枚数は足りているので、右側の3枚目に受け渡すことでディフェンスは対処しています。それと同時にセンターバックがレフトバックの位置まで移動していきます。それを確認した長野選手は逆パスを選択しています。ここで左の3枚目のディフェンスが揺さぶられているため、それを見逃さずにピボットがスクリーンを張ることでスペースを確保していることがわかると思います。スペースが十分に確保できていたため、綺麗にパスを通すことができました。言語化してみると簡単なプレイに見えますが、左の3枚目のディフェンスに対してスピードのアドバンテージを生かし、インにアタックすることでディフェンスを大きく揺さぶり、その後空いたスペースに赤堀選手が移動し、なおかつ空いたスペースにピボットがスクリーンを取ることによって、ポジションを確保するといった基本が凝縮されたプレイではないでしょうか。仮に左の2枚目がピボットをケアしている場合は、パスフェイントからアウトカットイン、サイドディフェンスがあればサイドにずらすなど、後々の展開まで用意されたオフェンスなので、参考にしてみてはいかがでしょうか。それではこちらのオフェンスを見ていきましょう。サイドユーゴからオフェンスを展開してきました。ユーゴで回ったセンターバックが2対2を仕掛けます。少しこの角からは見えにくいですが、ピボットが手前側の3枚目のイン側に対してスクリーンをしています。ここで手前側の3枚目が接触に行くと、ピボットが裏にスクリーンをして、このようにスペースができてしまいます。また、奥側の3枚目も枝でシューターに対してシュートコースを制限しなければならないため、ここのピボットに対してマークが薄くなりがちです。そのため、ピボットがライン際から一歩顔を出すようにして、パスコースを確保しながら、パスを受け取り、シュートまでつなげています。利き腕側からの接触が来ると、空いたスペースに顔を出すことで、位置とスペースを確保できているのがわかると思います。それではここからはフジロスを追い詰めた7人攻撃を紐解いていきましょう。この動画の一番の見どころなので、ぜひ最後までついてきてください。総社はライトバックが全員右利きになるため、ピボットの位置が1、2以下に配置されていることがわかると思います。このように1、2以下に配置するということで、ライトバックが真ん中に位置を取ることで、シュートを狙いやすくするという意図があります。ディフェンスの手前側の2枚目と3枚目の間からシュートを狙いに行き、2枚目のディフェンスが接触に来ると、サイドとピボットに対してディフェンスが1枚の数的有利ができます。
このように判断がしやすいようにデザインされたオフェンスとなっています。今回は3枚目が接触に来たのですぐに左側にさばくことでセンターバックが奥側の3枚目を引きつけることで数的有利ができることがわかると思います。ただ今回に関してはディフェンスがピボットやアウトナンバーを警戒した結果前に詰めることができずに下がりきった状態になっていることがわかると思います。それを確認したセンターバックがブラインドシュートでエラの裏側にシュートを放っています。このように一位選手のスーパープレイだけで終わらせるのではなく、なぜこのプレイが生まれたのかを考えてみると、このプレイが偶然起きたプレイではないということです。派生プレイとしてもう一つ確認しておきましょう。先ほどと同じ入りで先ほどのプレイで振り戻しを見せていることから、今度はそれを取りにパスフェイントから自らがシュートを放っていきました。この位置取りをすることによって、右利きのライトバックがストロングサイドに広いスペースが生まれるため、そのアドバンテージが見られた良い例ではないでしょうか。一般的にライトバックが右利きであることはデメリットだとされていますが、このようにピボットの配置やライトバックの位置取り、シュートまでの入り方を工夫することによってディフェンスが後手になっていることがわかると思います。ライトバックに左利きがいないチームにとってはとても参考になるクリップではないでしょうか。それでは次はピボットの位置が変わった時の7人攻撃を見ていきましょう。同じ7人攻撃で手前側の 2-3 間にピボットを配置しています。ピボットの位置を変えることによってライトバックの位置が変わっていることがわかると思います。先ほどは手前の 1-2 間にピボットを配置することによってライトバックは真ん中に位置を取り手前側の 2-3 間からシュートを狙うようになっています。今回のようにピボットを手前の 2-3 間に配置した場合はライトバックは手前の 1-2 間からシュートを狙っていきます。このようにピボットの位置を変えることでディフェンスの対処を難しくしています。今回はピボットにパスフェイントをすることで2枚目のディフェンスがピボットに覆いかぶせる形でディフェンスをしていることがわかると思います。このようにすることで右側でアウトナンバーを作り出しています。そこでスピードをつけてボールをもらい 1-2 ガンから自らカットインで得点を奪っていきました。このように変化を加えることで相手ディフェンスが対処しづらいように工夫していることが随所で見られると思います。それではこちらの芸術的なポストパスがなぜ起きたのかを見ていきましょう。同じく7人攻撃でピボットを 1-2 ガンに配置しています。ただ今回はバックプレイヤーが攻めあぐれているのを確認してピボットが起点を利かし 2-3 間に位置を取り直しました。このようにすることで手前側の2枚目のディフェンスがピボットのパスを警戒しつつライトバックがアートに位置を取っているのでそこまで移動しなければならず2枚目のディフェンスの移動距離を走者は意図的に稼いでいます。このようにライトバックに対して正面まで位置を取ってケアをしなければならない状態です。センターバックにパスを通すのですがセンターバックは3枚目の間に位置を取っていることがわかると思います。ここで7人攻撃のおさらいですが、接触に北側に対して数的有利ができます。例えば、手前側の3枚目が接触に来れば、ライトバック、ピボット、ライトウィングに対してディフェンスが2枚の数的有利。逆側も同様に、奥側の3枚目が接触に来れば、左側でアウトナンバーができることがわかると思います。今回は前者で、手前側の3枚目が接触に来たので、手前側で数的有利ができます。ピボットもセンターバックにパスが流れた時点で2枚目のイン側にスクリーンを取ることで自分が広いスペースを確保し、このように綺麗なポストパスが生まれました。このようになぜを追求することが上級者への道のりではないでしょうか。それでは最後にこちらの7人攻撃を見ていきましょう。センターバックが真ん中に位置を取ってシュートを狙いに行くのですが、先ほどのプレーなどでピボットに意識が向いているためディフェンスは接触に対する意識が薄れています。そこでセンターバックはタイミングを変えながらランニングシュートで得点へとつなげました。このプレーだけを見ると1位選手がまたしても簡単にシュートを放ったように見えますが、それまでにピボットパスを見せることで布石を打っていたことがこのオフェンスが決まった背景にあるということです。それまでのしっかりと布石を打ったプレー、駆け引きを制した集大成のようないいシュートだったと思います。ここまで見た方は後半なぜあそこまで封じろ姿勢を苦しめたのかが少しは理解できたのではないでしょうか。このような動画に需要があるようでしたらコメントや高評価の方よろしくお願いいたします。また導入でも触れましたがチャンネル登録が1000人を超えることがあればインターハイは全試合何かしらの形で深掘りをしていくのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。